ジタボーカルタ。コロさん指返して、さあ、サラダ記念日はずだった、サラダ記念日のはずだった今日が俺の命日になるとはな。この味がいいねと、この味がいいねと言ったから何月何日はサラダ記念日って、朝そんなことを言いながらね、可愛い奥さんがそんなことを言っていたなぁなんて思いながら、今もう鼻のすぐ下のところまでコンクリが来てるっていう。ペンネーム大自然守る。さ、猿が畑を荒らしに来たと勘違いした高木美穂が大根で織田信成をぶん殴っている瞬間が Google ストリートビューに偶然映っている像だって。ペンネーム男女4人の笑い声。さ、山菜泥棒ごときがアウトロー気取ってんじゃねえぞ。何この短歌。この短歌俺も若い頃はよ、さんざ悪したからよ、何も怖くねえんだよつってるやつの、その刺している悪が山菜泥棒って。取っていい解禁の時期の一週間前に撮ってんだよね、わらびを。それがこの人の、悪っていう。すげえ単純。ベジタブルカルタ単純じゃん、テーマとしては。それをペンネームシグさん。し、ションベンスプラトゥーンの対決中だけど、家庭菜園の中には一滴たりとも巻きませんよ。それぞれの持ち主の育成方針もあるでしょうから。私こう見えても常識人なんです。なんだよ。もうさ、野菜とか関係ないんだよ。ションベンスプラトゥーンでお前の勝ちなんだよ、もう。石頭を自慢したりとか、ションベンスプラトゥーンっていう言葉を思いついたところで勝ちだから。常識人だからっていう。人様の敷地に、道路だけですよ、常識人じゃねえよ。血尿対疲れた黄色い尿だ。血尿チームが勝ちましたね。病院行けよ。ペンネーム大自然守る。シャイニングのジャック・ニコルソン。シャイニングのジャック・ニコルソンみたいな表情で、野菜の無人販売所を監視するババアだって。怖えよ。こう勝手口のドアにガチンってもう顔押し付けた感じでずっと見てて、その現場押さえたぞっていうニヤーっていう顔で見てるからね。挟まってきたら、船橋中央自動車教習所行く途中に野菜の無人販売所があるんだけど、そこを思い浮かべちゃった。ニヤーって。ペンネーム北あかりの目覚め。し、ジャミロクワイが好きな野菜ってなんだってなぞなぞを出したんですが、今の若えもんは答えのクワイも知らないし、そろそろジャミロクワイも知らねえんだってなって。ジャミロクワイ何年前、20年ぐらい前、変な帽子の人だ、そのさ、変な帽子の人としか知らない俺ですら知ってるぐらいは流行ったけどね。 DJ ホンダとかどうしてんの？ DJ ホンダの帽子ってさ、割と場外馬券売り場にいるおじさんとかも普通に被ってたりとかするよね、なんかね。今さ、俺全然そこわかんないから、ジャミロクワイと DJ ホンダはどうしてんの？それはもう Z 世代がわかんないじゃん。俺急に今実はもう何回りもして有名ですよっていうことでもないの。まあ、ジャミロクワイの家族が聞いてたらちょっとね、失礼な感じはするけどね。ペンネーム北あかりの目覚めす。ズッキーニチンポ。
ズッキーニチンポってパワプロの選手名に入力すると不適切な表現ですって弾かれるんだけど、ズッキーニって野菜でしょ、全然問題ねえじゃん。でチンポってつけちゃってる。ペンネーム終電まんじ、炭と化している焼肉の玉ねぎを見ていると昔の自分を思い出します。何があったんだろう、何に例えてるんだろう。ボブサップ、ペンネームボブサップ、鈴木亮平さんが役作りのためだと言ってアナルにごぼうを10本も入れてましたよ。だって何の役だ。セゴドンだろうけど。セゴドンのどの部分なんだろう、どの部分でそうしたんだろう。ペンネームインドカレー、スロットで勝ったから今日は豆付きのもやしだぞ。ペンネームどうにもならんよ、背中に上り竜が掘られているおじさんより背中にジャガイモが掘られているおじさんの方が怖い。怖いね、怖いね。背中に普通にカリフラワーとか掘ってあったらその方が怖いよね。でトマトとか掘ってあった方がね、バッて出されてその竜の上り竜の掘り物、うわーこの人結構そういう方面の人なんだって思うけど、そこにさ鮮やかなトマトが掘ってある人の方が何なんだろう、何なんだろう、絶対痛いに決まってるのにこんなの入れんのっていう。ペンネームダイナマイトキッド、千切りにした大根を醤油大さじ2杯みりん小さじ1杯鰹節と一緒にタッパウェアに入れて冷蔵庫で寝かせたまま母さんは知らない男の人の元に行ってしまいました。魔が差したのかな、だってその下ごしらえまではね、家にいようと思ってたんだもんね。これが完成してないとこが切ないじゃないですか。なんか急に私の中の女がうずいたのかな。ね。ペンネーム大自然守る、生産者の顔写真と名前が記載されていても知らない人なので別に信用度は上がりません。確かにだよね、確かになんだよね、生産者の顔がってやっぱりバンって貼ってあるけど、いやいや知らねえしっていう。ね、本当に生産してるかどうか知らんしってなるよね。ペンネームどうにもならん、そして輝くウルトラソウル、そして輝くウルトラソウル、ダン稲葉が歌った瞬間ステージから上がる炎で作った焼きナスでございます。何もつけずにそのままどうぞつどうぞつ両手で両手、続いてこちらでございますなんて、しかも京ナスですよ、京ナスでいてもうそう何度もいい席取った上にね、一曲の一回しか棒ってならないところにそのいい角度で棒に刺したナスをこうやって突き出して、ウルトラソウルドーンつって、はいおかみさんつって、アンコールも聞かずにですよ、アンコールも聞かずに戻ってきてるやつです、高級料亭です、何もかけずにそのままどうぞ。ポン酢かけたがる人いるけどね、そういうんじゃない、そういう火加減じゃない。ペンネームポコヤカザン、祖父の財布からこっそり札を抜こうとしたら札ではなく大量のシソが入っていたので、なんとなく怖くなってその場を黙って去りました。怖いわ。うちの祖父のその祖母の遺品整理してたら押し入れの中からタッパーウェアにぎっしり入ったひじきがすげー出てきたんだよね。いろいろ始まってたんだな。
あの一人で自炊とかちゃんとしてたけど、俺たちの気づかないところで何か動き始めてたんだなっていうのは思った。実話だしと。ペンネームスズムシ食べた。そう。そのシオン監督が撮っただけで R15 指定にまではなる、トマト投げ祭り。わー、なるわー。割と、夏服の、白い、眩しいほどの夏服の、を熟したビッチョビチョのトマトがスローモーションで当たるから、なるわ。それは。ね、それはなるわ。ね。ということで、子供に見せるカルタじゃねえのかよ、これ。ションベンスプラトゥーンとか言ってるけど。さあ、対するはこちら。配管デアゴスティーニカルタ。ペンネーム豆腐小僧か。加藤サリ監修、週刊自称カープ女子。創刊号は、浅田舞とのスペシャル対談 DVD。浅田舞すげえなって思ったのは、浅田舞多分、もともと中日ファンなんだと思うんだよね。で、ぼんやりした記憶なんだよ。俺、名古屋で中日の番組やってたから。中日ファンだったのが、中日のサードに、そこそこ中距離ヒッターの外国人選手、ルナっていたら覚えてる。あれ、広島に途中で多分トレード行ったと思うんだよ。それで広島好きになったと思うんだよ。だから、結構ガチなんだと思うんだよ。広島の好きになり方は、なんか広島強いからみたいじゃない。っていうか、ルナ女子だよね、そうなってくるとね。ペンネームシグか。頑張るのは最初だけなんだろうな。週刊ライズアップ失敗しそうな人コレクション。創刊号は、カハラトモミ特集。でも、カハラトモミは絶対、口は、声はかかってるよね、絶対。彼女が、すごい美しくなったら、元通り美しい感じになったら、その広告効果は超高いもんね。ペンネーム、形状記憶老人。か。ガキと犬が死なない、フランダースの犬の世界にようこそ。毎週届くパーツで、ネロとパトラッシュを強化して、バッドエンディングを回避しよう。週刊、戦えフランダースの犬。創刊号は、パトラッシュのフィギュアの胴体に装着するロケットランチャー。なら、ネロが、下半身に装着するパワードスーツ的なやつあるじゃん。ああいうのとかをつけていくことで、牛乳のカンカンをすごいスピードで引けるようになったりとかすることで、ちょっとずつパーツアップしていくと、もう全然大丈夫になっていくっていう。眼球に望遠レンズを仕込むことで、遠くから絵が見れたりとかするから。ペンネームズラメンテか。頑張ったんだよー、おまけしてあげてよーの金ちゃんの声も虚しく落選した作品を特集した。週刊仮想大賞落選作品中。熱血教師のせいで夏休みを返上して練習に強制参加させられたのに落選して唖然とする児童たちの表情や、お父さんのみが本気で全然やる気のない子供たちの表情を毎週お届け。見たいわー。ペンネームシグか。各地に点在する沼を規模知名度関係なくご紹介。現地の沼をフリーズドライ加工、すぐにお湯で沼に戻せる粉末沼付き。週刊沼。初回は東南ゲンチャリが多数沈んでいる名もない沼特集。ちょっと出てるやつのジョグだとかね。ね、あれジョグですね。あのとんがり方ジョグですね。なんつって。ペンネームビグロ。あ、ペンネーム、形状記憶老人。か。ガンダムにさほど興味はないが、ガンダムファンを主張して、オタクからの人気を得たいアイドルにぴったりの一冊。週刊ガンダム一夜漬け。創刊号は、好きなキャラモビルスーツ。名言の模範解答一覧。
で、俺がここに メモでビグロって書いたんだけど、好きなモビルスーツ何ですかって言われて、アーマーでもいいですかつってビグロっていうね、このあたりですよね。これファーストダッシュっていうね。ペンネーム鍋定食か。カズレーザーに出演機会を奪われたクイズ芸人たちが大集合。週刊 Q 様のインテリ芸人枠で準レギュラーだった人辞典。創刊号の特集は、元南部桜の沢山くん。あー、東大生ヤンキーみたいなキャラで。ネタも面白かったけどね、東大生ヤンキーの沢山くん。あと、人力車のシンデレラの畠山くんとか。そう、お侍ちゃんも一時入ってたかな。もうなんかね、すごなんかね、クイズ頑張なんかわかんないけど、俺はさ、そういうの落ちこぼれてここに来たからさ、勉強頑張ってテレビ、芸人テレビ出るって大変だなってちょっと思っちゃうけど、そこでもすごいね、やっぱり、ね。ペンネーム内山彦次郎。きっと本人の記憶からは抹消されてるんだろうけど、俺たちだけは応援する。週刊秋元康がプロデュースしたけどあれだったアイドルたち。創刊号にはチェキッコの全メンバーのフィギュアがついてくるぞっていう。あと吉本坂って急になくなってない？吉本坂なくなったんだよね。なくなったけど多分本人はもうはは、なんすかっつって、ペンネーム背中にはいつものいつも幸せのポップコーン。きギリギリ抜ける少年漫画をご紹介。週刊親が厳しい家のためのおかず。創刊号はドカベンプロ野球編だって。どこドカベンプロ野球編の多分ここでっていうポイントとか書いてあるんだろうけどね。ペンネーム北明かりの目覚め。キテレツなおじさんに近づくことなく面白がろう。週刊下町のエジソンコレクション。創刊号はスリッパにモップがついているやつ付きで、わ、下町のエジソンが発明してそうだな。390円。ペンネーム人生のモットーは誠実さ。旧大蔵省の大スキャンダル、ノーパンしゃぶしゃぶ事件を完全再現。週刊ノーしゃぶと大蔵官僚。汚職接待の舞台になった歌舞伎町のノーパンしゃぶしゃぶ店の一室を組み立てよう。創刊号は接待構成には目もくれず、ただただ松坂牛を頬張る大蔵省の下っ端をお届け。もうメガネで太ってて、もう曇っちゃってんだけど、もうハフハフ食ってんだよね。その横とかにノーパンのジョーがいるにもかかわらずだよね。ペンネーム、ピッツァ坊や、首になるまでの全てを完全収録。林家三平、笑点座布団獲得シーンコレクション。林家三平さん、笑点さ、やめ、まあ、首っていうかまあ、やめることになってさ。その後次のメンバー誰だって話した時にさ、結構さ、SNS に俺の名前が上がっててさ、なわけねえだろっていう。でさ、おかしいのが、伊集院じゃねえかって、その、円楽とも今、やってるし、いろいろやってるし、つってね。で、それに対して突っ込んでる人がさ、あいつは、タレントだから、なるとしたら、タレントだからそれはないんだって断言してて、ね、注意してる人が。タレントだからそれはないよっていう。ただ、翔太のところに伊集院が入って、翔太がメンバーに戻るなら十分にあり得るって書いてあるね。あり得るわけねえだろっていう。ペンネーム、形状記憶老人、暗めの照明に照らされ、恨みがましい表情の女の魅力に迫る。通販番組に出てくる商品使用前と後の比較写真のビフォー写真にスポットライトを当てた一冊。週刊ビフォー。創刊号はアフターよりずっと難しいビフォー写真専属カメラマンのこだわり。猫背で恨みがましい目で見てっていう。で、わざと二重丸を作ってっていうね。ビフォーの傑作、大神泉っていう。もうね、ビフォーの傑作を、もうあの撮ってる時の表情まで暗い感じっていうね。あと、江戸晴美ね。あの辺がやっぱり今までのビフォー界の中では。でもそうだよね。だって、
綺麗に撮るノウハウはどのカメラマンも持ってるけど、そうじゃない方に撮るかのノウハウはないもんね、だみんなね。ペンネーム北あかりの目覚め絶好調。苦節20年、ようやく時代が追いついてきた。あの異端女芸人を総特集。週刊アーシラキ。アーシラキは、この前に座ってる河野和夫がグレープカンパニーに、グレープカンパニーって名前だったっけ？グレープカンパニーにいた時代ぐらいに俺がすごいのいるんですよ、アーシラキっつって。見て、全くあのままだよ。全くあのまま10年ぐらい経って、時代来たよね。週刊アーシラキ創刊。創刊後は男と書かれた赤フンドしか、女と書かれた貝殻ビキニのどちらかがランダムで入ってる。ずるいな。いっぱい買っちゃうね。ペンネームヒメルテやケ。ゲストで念願のサンマ御殿に出演するも、冒頭の挨拶以外全カットで何の爪痕も残せなかった人たちのトークをブルーレイディスクに収録。踊るサンマ御殿逆ディレクターズカット版。創刊号では、ほんと、創刊号では冒頭でよろしくお願いしますと挨拶した以外、オールカットだった土屋レオのトークを収録。ほんと？全然いろんなトーク持ってそうだけどね。なんか暴れた人がいるのかな？ああいう理論派で前に出ないタイプの人は、大暴れがいた時に、全く通用しないからね。なんかさ、すごい喋った形跡のある、地方局から一気にフリーになった三の線の女子アナが全くオンエアされてない時あるよね。だけど、やり遂げた髪の乱れ方してたりすると、ああ、多分いろんなことがあったんだろうなっていう。ペンネーム、形状記憶老人絶好調、ゴンギツネの他のエンディングを毎週あなたにお届け、週刊もう一つのゴンギツネ、どんななんだなん、バッドエンドとか、バッドエンドだけじゃないんだよっていう。ゴンギツネをバッドエンドで前にかわいそうすぎて子供見せられない時に、週刊もう一つのゴンギツネ。創刊号は、ゴンからのお供え物が、肉やビールに変わったせいで、主人公の尿酸値が上昇してしまう、痛風エンドっていう。ゴンが、ゴンじゃなくて痛風で痛くて歩けなくなっちゃうって痛くて歩けなくなってしまいましたとさっていうプリン体には気をつけたとさっていう終わり方なのかな。ペンネームロヒ肉コ。これでオナニーに集中できる。週刊 AV によく出てくる家の間取り。あんだよ、なんかさ、あるよね、これこの AV でも使われてる、この AV でも使われてるっていう団地の一室とかあるよね。どういう間取りなんだろうみたいな。ドアが開いてる向こうのところで、やってるのを覗いてる童貞の少年のこう画角とか見てると、もう一つ奥にも部屋あるよねみたいのが気になっちゃって集中できないじゃないですか。その時にちゃんと間取りが、ね、図面がついてます。あ、この位置にいるのねみたいのがわかるっていう。さあ、ということで、正月早々こんなメール打つねえ、リスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタがベジタブルカルタなら、メールの件名にカタカナでベジタブル、ベジタボーカルタ。他行、ペンネーム、スズムシ食べた。た、滝川クリステルのこめかみを里芋がパンパンに入ったレジ袋でぶん殴ったら、小泉進次郎にエコバッグを使いたまえと怒られた。そこですか、そこですか、進次郎さん、そこですか。ベネム BJ サトル。た、高木美穂の畑に受け狙いで足を踏み入れようとしたら、レーザー照準が四方八方から照射されたので、本気でやるつもりだと震えた。ペンネームスズムシ食べた。た、
玉ねぎが目に染みて泣いていたのではなく、母は泣きたくなった時に玉ねぎを切っていたのだ。もう忘れてるよみんなね、あのちびっこがちびっこが野菜好きになるためのやつだから、それを急に言われても、あそっか思うだけですからね。ペンネーム、スズムシ食べた絶好調で、いきなりスズムシ食べた多いな。スズムシ食べた、た太陽光パネルの上で近所のパパが勝手に大根を並べて干すせいで全然電力が弱いな。うーん、ペンネーム、よよよ、たタランチュラに噛まれたらすぐにネギを巻けば大丈夫と近所のおじさんが言っていますが、信用して大丈夫でしょうか。ぬるぬるの方を内側にしてね、ぬるぬるの方を内側にしてピタッて貼ればもう大丈夫大丈夫。ネギっていうのはね、解毒作用があるから。タランチュラだったら毒あんの、なんかハエトリグモっているじゃん。なんか割と雲の中では大丈夫なやついるじゃん。ハエトリグモって。よく見るとすげえタランチュラに似てない、なんか。あいつがタランチュラに似てるって意識してから超怖くなってんだけど、ね。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。タケノコニョッキで、パンツめくってギンギンのチンポ出したら勝ちなんてのはお前んちだけのルールだよ。なんで、三ニョッキだけ、だからまあずっと過分だけずっと出していいんだっけ。だから終盤どうしてもこれはやばいってなった時にギンギンのポコチン出すと、それはもう無条件で勝ちっていう。うん、ペンネーム、ホワトー、知事時代の公約が、房総半島産のズッキーニを、房総半島産の立派なズッキーニを、ボッキーニの商品名で大々的に売り出す、だったという嘘を、森田健作のウィキペディアに書き込んだのは僕です。お前何やってんだよ。ペンネーム、豆腐小僧、窒圧でナスを吹き出す技を使う女スパイ。全部その部屋に入る時に、あの金属探知機とかで武器を全部没収されてますけど、地図に強ナスをギュッと詰めてますから、それを最終的にもう敵が落ちた時にポンっていきますから、フンって言って気絶させるぐらい、気絶させるぐらいの勢いでナスを吹き出しますから、ね。ペンネーム、おそらくありた、ちゃん可愛いが、体の至るところからキノコを生やした状態で、気をつけなはれやと忠告してきた。何に怖いんだけど、何に無人島的な、その無人島でのサバイバルロケの後に、今日からは、暴れる君とバトンタッチですってところに、でも全然いなくて、どう怒っちゃったのちゃんかは言ったら、ボロボロになって出て、体中からキノコ出してる状態で、チャンさんっつったら、気をつけながれやって、奉仕に気をつけながれやは怖い、マタンゴだよ、マタンゴ。怖い。ペンネーム、極東ベイクライト。つまり、今まで僕がやってきた、アナルごぼう健康法は、ごぼうの栄養素が 99% 無駄になってたってことですか。ちょっとだけ、直腸とかから吸収されてちょっとだけなんだろうね。だって無駄にはなってると思うよ。だって捨てちゃうんだよ、結局抜いて。ペンネーム、ピストルチョコ。
包んでいた昔の新聞が気になって野菜とかどうでもいい。なんか包んでた昔の新聞に自分が関わってる事件のことが書いてあった。もうなんか、な、は、はい、はい、え、いか、あ、300円ですか、はい、はい、はいってなっちゃうよね、もうね。ペンネーム、北あかりの目覚め。で、テレビでたまに見る、ウニがキャベツを食べてる映像。あれめっちゃ怖いなって。もうちょっとわかるよね。なんかその廃棄になったキャベツをウニが味を良くするのにウニの養殖場で入れるとなんかそのウニの食い方気持ち悪い。なんかさ、キャベツにたかってキャベツ真ん中から穴開けていくみたいな感じのやつ怖い。ごめん、野菜が好きになるカルタではないけどね、別にね、むしろウニが怖くなるカルタだけどね、これはね。ペンネーム、汚い手でいじりました。と、特産の自然薯モチーフのゆるキャラの着ぐるみ姿のまま、組合長はパトカーに乗せられていきました。何やってんの。張り切るタイプの人なんだけどね。張り切るタイプの人なんだけども、ね、そういう露骨なセクハラが、隠蔽できた時代ではもうないよね。お前さんに乗ら、捕まっちゃって。ねえ。ペンネームマイペースと、トウモロコシの粒が全部乳首になっているコラージュを見かけてから、エロとは何なのかがわからなくなってしまいました。怖えな、なんか全部乳首になってるやつ。だから、乳首が見たかったわけじゃないっていうのがわかっちゃうんだよね。そのコラージュ映像を見て気持ち悪いと思った時点で、あれ俺があんなに夢にまで見た乳首だったのに何なんだってなっちゃったのね。ラスト、ペンネーム大自然守ると、所ジョージと明石家さんまに声をかけられて、これ笑ってこられての特番だなと気づいたババアはごぼうで亭主を殴るのをやめてインタビューに笑顔で答えています。ビシッ。こんな感じですか。さあ、対するはデビュー戦です。中で4個かな ?4 個ぐらい新しいテーマの中で、一番反応が良かった。こちら。目覚ましテレビ今日の占いカウントダウン、サソリ座ぶち切りの1位カルタ。テーマも同じですけど、大きく違うな。1位ですかね。今まではこの番組ではサソリ座はいつも最下位で、そのついてないことばっか言われてきましたけど、もうその占いの結果もうぶっちぎりの1位すぎて、これさすがに視聴者のサソリ座以外の人からひいきだって言われるだろうと。ペンネーム三丁、ぶっちぎりの1位ですかね。あなたが大好きだったのに引退してしまった AV 女優と近くのコイン精米所で会うでしょう。はぁ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 。ペンネームソフィーと双子の姉妹。あ、アイロンを間違ってラブドールにかけてしまった祖母のおかげで新感覚のラブドールが生まれることでしょう。どんな感じなんだろう。空気抜いたラブドールにかけちゃったんだろうね、それをね。もうパリパリじゃん、きっと。昔のポリゴンみたいになる。昔のポリゴンみたいになっちゃってね。初代バーチャファイターみたいな感じになっちゃって、ね、でしかも挿入感とかも多分相当違うと思いますから、新感覚っつってぶっちぎりで1位だこれ。ね、ついてる。ペンネームシグ。あ、悪夢を見て起きるが無精していたので怖いばかりじゃなかったんだなと安心するでしょう。ペンネームどうにもならんよ。あ、アッポーペンとパイナッポーペンを持ったパンチパーマの男があなたの嫌いな上司を串刺しにし、ペンパイナッポー課長補佐
アポペンを披露してくれるの貫いちゃってつらうーんでなんかねうーんで貫いちゃう怖い怖い怖いわ怖いわアポペンとパイナッポーペンをあのさもともとさピコ太郎ピコ太郎怖い本当は怖いじゃんね、でっかいしパンチパーマだしさあんな格好してるしさうーんの力の入れようもすごい怖いじゃんいよいよだよねペンパイナップル課長補佐アップオープでこめかみのとこ貫いちゃってから両方こめかみのとこそうそのペンの3分の1ぐらいまで入ってるからって言って刺さってうーんってとこにその目が上にクルンって向いてるから怖いわペンネーム本名 OK 寺尾正樹あ足の踏み場もないぐらいに街中にミラクル光の生写真がばらまかれているでしょうなんでだよペンネームオザニーあ挨拶をアナヤスからアナヤスに変えても怒られない日だってペンネーム終電まんじあアベマ TV の恋愛リアリティショー番組出身のモデル志望なのか実際のモデルなのかよくわからねえ女が近所のわらわらで週5でバイトしていることを知りなんかホッとするでしょうなんだよそれなんでホッと悪い子じゃないと思ったのかななんかねペンネームスズムシ食べたい石田一生からパワーストーンを買ったら宝くじが当たったと喜んでいたら倍の値段で譲ってくれと驚いた石田一生から連絡が来るでしょおめえ驚いてんじゃねえお前広告塔なんだろ驚いてんじゃねえよつって嘘でしょつって本当っすかつってペンネーム大自然守るい一緒に宇宙に行くか現金で50億円どっちか選んでと前澤友作に言われるでしょうどっちかなどっちなんだろうな50億か50億だろうな50億なペンネーム釧路ダンディいイメクラにあなたの好きなロビンマスクの仮面と鎧一式があり股間を足で決めたロビンスペシャルで抜いてもらえるでしょうペンネーム母さんと白熊さんが嬉しいことにデカミちゃんが取ったパイパイの部分をあなたにプレゼントしてくれるでしょうデカミちゃんが取ったパイパイの名前部分をあなたにプレゼントしてくれるでしょうそして明日パイパイ佐藤もしくは佐藤パイパイに改名できるでしょうパイパイオークションに出してほしいよねやっぱりそのデカミちゃんになったからにはねペンネーム口癖はソイソースウレションしたら乾いた大地に一輪の花が咲き緑が徐々に戻るでしょうそのことにまたウレションしちゃうからねえさらに草はね緑は育っていくからねペンネームピストルチョコうんちがパンチうんちがパンチについてると思ったらラッキーヌテラかも何ラッキーラッキーヌテラだっつってあれちょっと待ってうわーうんちがパンチについてあれこれラッキーヌテラですよなんだよラッキーヌテラペンネーム闇の自負嘘 8OO を飲んだ母が仕事もしない薬病神めあんたのせいで家庭がボロボロよと言ったことにより20年ぶりに就職できて幸せな家庭も戻ってくるという初夢を見ることができるでしょうペンネームどうにもならんよううんとこしょうどっこいしょそれでも株は抜けませんと言っているおじいさんたちにレッドブルを与えたら株がスポッと抜けて大いに感謝される日
ペネムインドカレー、ウォンバットの大群に襲われるけど、ギリギリのところで恐怖を可愛いが上回ったことで、それほど痛みを感じずに済むでしょう。でもなんか可愛い動物に噛み殺されるのとか怖いよ。可愛くてちっちゃいやつの大量のやつに噛み殺されるのすごい怖いよね。あの、リス、大蛇にアナコンダに被ってやられるよりも、無数のリスに噛み殺される方が可愛いけど嫌だよね。嫌だよねって今さ、真っ暗な部屋で言われてどうすんだろうね、みんなね。伊集院に今嫌だよねって言われちゃったけどっていう。嫌だけどっていう。ペンネーム、刺身ランド。江藤愛アナが耳元でカウントダウンしてくれるでしょう。ただし何のカウントダウンかはわかりません。25秒前。なんだろう。ペンネームどうにもならんよ。縁組のものですと書かれたのし紙と一緒に人分が自宅に届くでしょ。あのさ、1位なんだよ。ね、1位なんだよ。それが、今日他の運勢のやつ、どんなだろう、じゃあ。ペンネームどうにもならんよ。江藤窓口の女装に対して意外とタイプかもしれないですとか心にもないことを爆笑レッドカーペットの審査員時代に言っていたしょうもねえ毒も上がりのタレントがちゃんと今落ちぶれていることを知れる日だって誰だ誰だよ。そうか、惚れてまうやろうの頃は江藤窓口くんが女性役だ。そうか、そういうことか、ね、ペンネーム小座に江住真紀子がマットの家の前で壁に何息子と書くか悩んでいる貴重なシーンを見られる。ペンネームトラウトマン、おびただしい数のアリがあなたを空港まで運んでくれるおかげでタクシー代が浮くでしょう。ペンネーム青いみかん、おみくじを引いたら大吉、しかも最後の一本ラストワン賞で弥勒菩薩がもらえるでしょう。おみくじないからびっくりするわ。正月おみくじで大吉って喜んでたらさ、あ、ラストワン賞なんでなんつって菩薩もらっちゃって1位だからね。もう一回言っとくけど1位だよ。要は12個星座ある中で1位だからね。ペンネーム豆腐小僧、おいしんぼ全館を閉店する喫茶店から譲り受けることになるでしょう。もうラスト、これは嬉しい。ウォッス10番、おっぱいパブでジョーに、今までのお客様の中であなたが一番温かい手をしているわと言われます。だってなんかでもエロい気持ちと違うの発動しちゃうよね。こっちがエロい気持ちでおっぱい触ってるのに、そのおっぱいを揉んでいる、牛もみしてる手の上に手を添えられて、今までのお客様の中であなたが一番温かい手をしています。はい。目覚ましテレビ今日の占いカウントダウン、サソリ座ぶっちぎりの1位カルタ。もうなんかモグライダーのものだな、これモグライダーが好きすぎてさ、あのテレテテレレって言ってる間に頑張れって気持ちになっちゃうもんね。ペンネームシグか、勝手に知らない企業に入り込んではオフィスでビズリーチと言いまくる様子を記録、その模様をセキュリティリスクとして後々報告提案するコンサル業で金儲けができます。
あいつはあの会社の人じゃないのね。入っててビズリーチっていう。ね。このように、記者と何の関係もない私が堂々とあなたの会社のど真ん中でビズリーチって言って映像わかりますよね。これはセキュリティ的にリスクがございますよっていう。そういうやつなんだ、あいつ。ペンネームジャガヤマリコか。加藤鷹が野外で塩を吹かせまくったおかげで、あなたの祖母が生前に道に植えたパンジーが今日花開くでしょう。塩分ダメなんじゃないの？塩分かどうかわかんないけど、塩分って塩って字違うしね。ペンネーム七助か。上白石萌音から、おめえの髪型チンポみてえだな。おめえのあだ名今日からチンポな。おいチンポ、ローソン行って唐揚げくんと一番搾り買ってこいと言われる素敵な予感だった。ゾクゾクゾクつってゾク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 つって、うん、モカでもいいのにモネなんだね、言われるの。ペンネーム本名 OK 寺尾正樹か。替え歌メドレーを大声で歌っていたのが功を奏し、山岳救助隊に発見され、冬の北アルプスを無事下山できるでしょう。遭難してるのにチャラリーなんつって、今チャラリーって聞こえたぞなんつって、うん、のんきだなお前。ペンネーム虹色ろうそくか。カニ座が全員不幸になる代わりに、その運勢がサソリ座に巡ってくる一日です。希望は誰かの絶望の上に成り立っていることを忘れないで。多分楽しめないよ何人。じゃあ宝くじ1000万当たっちゃったらさ、その分カニ座はどんな目に遭ってるんだろうって。ペンネームピストルチョコか。借りていたお金は間違いなく5万なのに、早く3万返せよと言われ2万浮く日だって。あ、今日返しよう今日返しようって、えっつって、てめえ借金どうなってんだよ、早く3万返せ、えその3万がねえんだよなっつって。ペンネームキジに間でシーマか。カニ港船の船内で船長に、もう頼むからお前は何もしないでくれと言われ、水槽の中のカニの見張り役を任されるでしょ。みんな辛い業務してんだけどね。あのたまーに水槽の上から出ちゃうカニを突き戻すだけの、頼むわっていう、お前一人いるだけで何匹カニが無駄になってるかっつって、でみんな地獄のような労働をさせられてるのに、棒の先でカニをツンツンつって戻すだけの、それでそれなのにギャーって声したと思ったら鼻をがっちり挟まれてる感じ、お前何をやってたんだよ。うん、ペンネームどうにもならんよか。カシアス島田があなたのために作詞活動を再開し、ヘキサゴン全盛期なら売れたであろう絶妙にうるさくて説教臭い応援歌を書き下ろしてくれるかも。ペンネーム銀ギラ銀に立っちゃったか。買い物カゴを手に取ったらすでにホイコーローの元が入ってるでしょう。いやごめんごめんちょっと待って。あのさ、ダントツの1位なんだよ。ホイコーローの元を買いに来たのに、もうそのカゴを取った時点で前のやつが入れて多分そのままだったやつなんだろうね。気持ち悪いしね。ペンネームかばやきさんだよ。巨大コブラにガブガブ噛まれるが、たまたま昨日買ってポッケに入れっぱなしだった小林製薬のコブラその後にのおかげで無事帰れました。
コブラこの後に何なんだよ。後でいいんだ。その前に塗っといてコブラが来なくすんじゃないんだ。コブラその後にだから。てか痛えじゃん。この人無事だったけど痛えじゃん相当。ペンネームソフィーと双子の姉妹。金玉の画像をすべて選んでくださいという認証で何度やっても干し柿の写真に引っかかり、私はロボットなのかもしれないという屈辱感にへこむが、何度もやり直しでへこむが、そのうち私はロボットなのだという誇りすら覚える日だった。もうあの選んでくださいの認証ほんと嫌いだよ。あ、そうか、自分はロボットなんだっていう自覚に芽生えればいいのか。なんかさ、車両を選んでくださいみたいなこと言われてさ、キャンピングカーみたいなの出されてさ、どっちで、そのキャンピングカーみたいなやつがさ、二つのマスにまたがってたりとかするじゃん。どこがどう車両なんだよみたいなあるよね、なんかね。そっか、俺はロボットなのかっていう。ペンネーム普通のカレーエビ。君にかけられている2億円かっこ生死は問わないという内容の賞金が2億円かっこ生きて捕らえた場合は倍変更されたことにより追い詰められた時の生存率がぐっと上がる。そうかな、そうかな、拷問で死ぬ気がするけどな。ペンネームケイちゃん。金玉の皮が木の枝に引っかかり命が助かるでしょ。どういう状況、どういう状況。ベランダから落っこって金玉の皮のところがこれで痛い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 で、それで支えられてんだよ。あとベランダで何してんのこいつ。ペンネームどうにもならんよ。キサラに行ったら前澤友作専門のモノマネタレントマネー澤友作から50円もらえるかも。宇宙じゃなくて府中から来ましたというつかみを大げさに笑ってあげればもらえるチャンスは大幅アップ。お金ならいくらでもつって50円をすげえ恨めしそうにくれる芸風だよね、きっとね。いいよね。ペンネームシグク。くら寿司でお食事中のたけしさんに挨拶したら、これたけしさん出てきたよ。くら寿司でお食事中のたけしさんに挨拶したら、おいらよ、ビッグラポンの景品が欲しいんだよ。空いた皿が必要でよ、あんちゃんよ、協力してくんねえかな、と言われ、粋な言い回しで僕のお腹を満たしてくれようとする、たけしさんの温かい気持ちに気づき、お腹いっぱいカッパ巻きをおごってもらえる気。たけしさんはビッグラポンなんか興味ないのよ。だけど若手がお腹空かしてるから金もねえんだろうから、あんちゃんよ、俺ビッグラポンの景品が欲しいからよ、空いた皿がいるんだよ、おい、ちょっと協力してくんねえかなっつって。昔たけしさんどこにいたんだっけ。たけしさん多分はぁかな、はぁのコーナーにいたよな。ペンネーム北明かりの目覚め。草間弥生の作品を見ていたら黒い水玉模様の中に隠れウォーズマンを見つける気だって。入れてねえ、入れてねえ、それこれ隠れウォーズマンですよねえ、したらカーって見られるよ。カーっつって。ペンネームウォッス10番。いや、の前にペンネーム、ダイヤモンド不愉快。血尿が止まらないので病院に行ったら、おめでとうございます、あなたが当病院創設以来ちょうど1万人目の患者さんですと言われ、病院のロゴが書かれたクリアファイルをもらえるかも。1位なんだよ。ペンネームウォッス10番。小袋の二人があなたのためにサプライズ。
とっておきのネタ、なりたいな、なりたいな、鳩時計に、なんかいな、違う違う、これ小袋じゃないと思うよ。小袋やんないと思うよ、俺。小袋はやってくれたら相当だけど、いつの間にか3人になってるよね。3人になってるよね。3人になってるよね、小袋。ねえ。ペンネームボブサップ、ポ。五郎丸ポーズが未だに面白いと思っているおじさんから、おめえは俺の若い頃にそっくりだなぁと褒めてもらえるでしょ。ラスト、ベニヤうんこ、ポ。小島瑠璃子さんへと書かれたキングダム21巻のサイン本を近所のブックオフで見つける予感。なぜ21巻だけなんだ。ということで、今日もサソリ座ついてますね。対するはこちら、 SDGs バカカルタ。ペンネームファットマン、あ、足湯はペヤングのお湯でって。いきなりいいわ。独特の香りするよね。なんかスナック臭みたいなするよね。足湯ペヤングのお湯でいいわ。まさに SDGs だよね。まさに。ペンネーム釧路ダンディ、あ、足の甲にナイキのマークを書き、速く走れると思い込めば靴などいらないだ。ペンネーム釧路ダンディ、あ、iPhone の画面がバキバキに割れたら、大根をこすりつけて、おろし金として使おう。引くほど割れてる人いるよね。小綺麗な女の子とかで引くほど割れてる人、びっくりしちゃうよね。で、ちゃんとこう、なんと、上手にほっぺにつけないように電話してたりとかすると、これ昨日今日割れたんじゃねえなっていう感じもするもんね。ペンネーム。生地に間でシーマ、あ、なんかこれいいよこれ、あ、愛のなくなったダッチワイフはアマレツ兄弟にあげようだって。愛のなく、なんかいいよね。要するにダッチワイフはいつダメになるかって言ったら、愛がなくなったらなんだっていう。あれあんまり良くないぞ。ペンネームシグ、あ、アルフォードに船が書かれてるけど、どうせみんな真っ暗な部屋で食うから見てないはず。別に真っ暗な部屋で食わねえじゃん、アルフォード。なんでお前、真っ暗闇でアルフォード食ってんだよ。みんなね、みんなアルフォードなんて真っ暗闇で食べてんだからさ、わざわざやるだけ損だよな、なんつって。え？ペンネーム田中袋、あ、あの時アイドルと握手するために買った大量の CD は捨てたりせずに秋元康に返しに行くだ。気づくんじゃね、何かに。秋元康も何かに。そういうことで言えば今どうなってんの、あれ。配信とかでもなんかチケットもらえるのかな。でもなんか CD っていう媒体がああいう感じに人気投票になっちゃうと、結構 SDGs 的には言われそうだよね。ペンネーム闇の自負、あ、愛してるのサインのためにブレーキランプを5回も点滅させるのはバッテリーの負担にもつながるので、一旦降りて手旗信号で。ペンネーム文化ババア、あ、赤サビでボロボロに朽ちてしまい、血の涙を流しながら不気味に笑っている田舎の山道沿いの横浜タイヤの看板を笑った。あるよね、横浜タイヤのニコーってしてんだけど、もうサビでボロボロだから怖えって。寝ない子を寝かしつけるための道具にしようと。来るよなんて、横浜タイヤ来るよなんて。ペンネームケイちゃん、傷んだ卓球の球はよだれ玉にするって。荒川の町工場で、同級生の町工場、同級生のお父さんのやってる町工場が、ゴルフのさ、練習用のさ、赤黄青とかのボールでさ、穴いっぱい開いてるやつわかる？ゴルフで引っ張らく。あのボールに穴開ける仕事をずーっとやってたよ。いつ行ってもずーっとあれに場所ずらしてドリルで、あれ手で開けてんだよ。あの頃の、あの型の感じするじゃん。
今知らないけど、あのボールずーっとおじさんが穴開けてったよ。で、大変だなと思った。で、だから、ものすごい数のあのボール売ってるの見ると、すげえ仕事量だなと思った。で、安いじゃん。それちょっとびっくりするんだよね。ペンネーム、本名 OK、寺尾正樹。石焼きビビンパの器の余熱を利用すれば風呂一回ぐらい沸くんじゃねえつって。すげえ早食いのやつが食べたやつを、お湯の中にジャーって入れてると、ものすごい早く食べてれば、サウナできんじゃねえっていう。ペンネーム、あらかじめ語られるローマ人、上原長が被らなくなったニット帽はだ。懐かしい。上原長くんは現役なのかな。うんちょこちょこちょこピーの人とあのコンビだったんだよね。俺聞いて、うんちょこちょこちょこピーのコンビと超トゥーの人がコンビだったんだけど、上原長くんと、芸の方向性の違いで別れたらしい。ピーとトゥーか、ちょっと方向性が違うっつって。全く同じ方向いてるって俺は思うけどね。ペンネームウォッス10番、うんすじが取れないブリーフは捨てずにカレーうどんを食べる時の前掛けにしよう。跳ねたんだね、なんつって。ペンネーム大自然守る、えなこさんが着なくなった衣装は服を買う余裕がないおじさんに譲る。相当な感じになるけどね。カラフルな感じになるけどね。ペンネーム BJ サトル、エコロジー意識がお高いトラウデン直美さんのフォトブックは古書チェーン店にリサイクル本として並んだ後で手に取って読むことにする。ペンネームおっさんずでも、エコエコ言うんならスタバのコーヒーちくわで吸えって書いてある。エコエコ言うならって言い方やめろよ。エコエコ言うならだって、あのボール紙みてえなやつもね、その資源ではあるわけだから、だったらちくわで吸えばそのまま食べちゃえばいいんだもんね。ペンネーム北はかりの目覚め、エア餅つきは労力がもったいないので、クールポコの薄にはちゃんとお餅を入れるだ。クシロダンディ、オナニーのためにスゴジュウを飲むのはやめようだと。でもさ、ちょっとわかんねえな、これ。中学生ぐらいの時に、もうさ、あり余ってんじゃんっていう性欲なんてって時に、俺らの子はそれ赤まぶしドリンクみたいな、なんかね、ああいうやつを飲んでみたくて、前の心構成だと渡辺くん、バイアグラ飲んでオナニーしてたからね、何なんだよそれっていう。ペンネームじゃがやまりこ、鬼塚千尋に蹴られた救急車はバニラトラックとして再利用しよう、使えるっつ。粉々になったわけじゃねえっつ。ストリートファイター2のボーナス面じゃねえんだから。ペンネームソフビのビーナス大脱走、おみくじもペーパーレスにし、巫女さんに100円渡して直接、僕何吉ですか。今日です。すげえな、これ。SDGs でこれできたらすげえな。ペンネームヘイレン。おみくじは木の枝に結びつけずにガムの包み紙として使うだって。すごいよね。なんか、もしさ、こう、おみくじ結ばないのってさ、これだって紙だから再利用できるじゃんつって、噛んでるガムをこうペッてやって、シュッてやってたら、って思うよね。あなた、SDGs 意識の高い人とは思わないよね。ラスト。ペンネームストレンジラブ。大泉洋さんが深見師匠を演じるときにやるタップダンスの練習は、うどん生地の上でだった。ということで、目覚ましテレビ今日の占いカウントダウン、サソリ座ぶっちぎりの1位カルタ。ペンネームスズムシ食べた。さ、
サスケの池に飼いきれなくなって捨てたアリゲーターガーが山田勝美のケツに元気に噛みついている様子がオンヘアで確認できるかも。大きくなってるっていう、ね、ごめんな捨ててっていう、元気にやってるっていう、いいことだね。いいこと。1位ぶっちぎりのってとこみんな分かってる、ね、ペンネームピカはさ、サイコガンなんだよと強がり続けていたプリングルスの筒が10年越しで抜ける日育っちゃったからもう抜けないけど、もうこれサイコガンで、いやいや、銃と日本国内では撃てないよこれ、抜いたら撃てますよサイコガンですけどっていう、そんな危ないしなんて言いながらね、夜とかたまにちょっとねじったりとか、無理かーっつって寝てんだけど、今日に限ってあれ抜けたっつって、ちょっと臭いしっていう、なんかそう、手の匂いとサワーオニオンの匂いがするっつって、ペンネームハルテイオニとさ、三平がいなくなったらいなくなったで、急に現れた三平擁護派たちをウルフ・アロンが目の前で次々と大外刈りで勝っていくのを目の当たりにし、胸の疲れがすっと消える日なんか出るよ、なんかそのさ、必ず今の世の中さ、いろんな人が意見言うからさ、その三平擁護派もこうわーって出るよね。明日かな、明日あの桂宮治さん初めて会うけど、どんな気持ちなんだろう、その笑点のレギュラーメンバー、俺どんな気持ちだったかな、意外に言わないけど、俺笑点の若手大喜利のレギュラーメンバーに起用されたんだよね、一回起用されたんだ。でその時にその若手大喜利っていうのは ずっとなくなってたものが復活しますっつって、まあ俺以外もずらっとこう、その若手っつってもみんな10年目とか、落語が10年目十分若手だから、ずらっと並んで出て、俺その頃笑点出たくなくて、で俺なんかその憂鬱な気分のまま出た上に、ああこれから先ちょっとあんま言わない方がいいやつがすげえいっぱいでいて、だから明日宮治さんと会うんで、どんな気持ちだったかちょっと聞こうかね。続いてペンネーム人読さんの歌で、サソリ座、サソリ座ぶっちぎりの1位からとさ、桜の木の下を掘ったら大判小判ではなく小学校時代のタイムカプセルが出てきて、現在絶賛服役中の青木くんが書いた未来の自分への手紙を読めるでしょうなんて嬉しくね、ぶっちぎりの1位ほどは嬉しくね。ペンネームロボピッチャーさ、3年間欠かさずコメント欄に書いてきた阿波姫のブログに対するコメントが勝手に書籍化されるでしょうなんて嬉しくねえよ全然ラッキーじゃねえよ、ペンネーム形状記憶老人さ、佐賀のガバイばあちゃんのスピンオフゲーム、佐賀のガバイばあちゃんブレスオブザワイルド、佐賀の山の向こうに走ってったりとかするんだね、を誰よりも早くプレイできる権利がもらえる。ペンネームマイペースさ、サーティンワンで売っているポッピングシャワーのポッピンをおなほいっぱいに詰め込んだらなんかシュワってするんだよね、ラムネっぽくてちょっとシュワっとするやつだよ、違ったっけ、ポッピン、詰め込んだら未体験の快楽に打ち震えるでしょう背徳感とね、食べ物をこんなことしちゃってるっていう、よくポッピングシャワー持ってきたよな、カラフルなやつだよ、なんかね、すげえカラフルなやつだよね。ペンネームボールペン返してし、ジョナサンのドリンクバーでファンタレモンの飲みだめをしてから店を出たワンパク相撲の横綱に、車の中で吐かれたおかげで柑橘系のフレグランスが漂い、
しばらく芳香剤いらずでしょ。わんぱく相撲の横綱車酔うんだねえ。にもかかわらずジョナサンでファンタレモンをガブガブ飲んだ。出るよーなんつって、もう一杯もう一杯なんつって、あそこに立ってダブルでドリンクバーのところでファンタレモンついてるもん。車酔えから途中で真っ青な顔して閉じゃって、フレグランスいらねえなみたいな。ペンネーム形状記憶老人、シベリアンハスキーのジョンが投げたフリスビーの代わりにマツケンサンバのバックダンサーが持ってる筒の両端にヒラヒラがついてる謎のグッズを口にくわえて走って帰ってくる顔をするだろ。お前のラッキーって何？お前フリスビー投げてんでしょ、ジョンに。で、一目散にフリスビー取ってくるのが一番ラッキーじゃんか。ね、もしくはすごい高価なものを持ってくるラッキーじゃん。マツケンサンバのダンサーが持ってる、両端になんかモールのヒラヒラのついてる。あ、何すんのあれを、それ。だってお前だってそれとは別に、フリスビーも取り行かなきゃなんないし。ペンネームチェリマス、小籠包の肉汁が飛び出し、金髪爆乳のセクシーな女にかかり、スタモンだって童貞を卒業できる予感。まあラッキーですけどね、すごいラッキーですけどね、勢いがはぐって食ったら逆サイドからブジューって出て、それが熱いっていう。金髪爆乳セクシー女にかかって、なんだかんだでしょうがないコネなんつってね。童貞が卒業できる予感。ペンネーム北あかりの目覚め、ジャポニカ学習帳の新作の表紙にしたいので写真を撮らせてもらっていいですかとカメラマンが家に来て、後日あなたの顔が大きく映った性教育の学習帳が文房具屋に並ぶでしょ。ひらがなでね、性教育つって自由帳性教育つって理科つってね、理科カブトムシだからね、性教育がお前だから。ペンネームそろそろ旧姓中山、スーパーで値引きシールが貼られるのをひたすら待っていたおかげで、前の妻と息子が今の家族と幸せそうにしている様を目撃できるでしょう。そうか、なんつって楽しそうだな。ぶっちぎりの位置です。この時の B にはどんなことが書いてあるの？あれ、これがぶっちぎりだから。ペンネーム、メガネ玉手箱。スーパースポーツゼビオで、ヘラジカの剥製にまたがって、大声で般若心経を唱えている女と付き合いそうな。やっぱこれなんだよ。これを見っけたとこですごくない？スーパースポーツゼビオにさ、ヘラジカのやつあるよね。なんなん、あのヘラジカのその剥製と熊の立ってるやつあるよね。なんかスーパースポーツゼビオね、あれのヘラジカにまたがって色即是空っつってる、大声で色即是空っつってる女と付き合えそう、すげえラッキーってならないでしょ。今日絶対俺スーパーゼビオスポーツ行こうってなんないでしょ。もうなんかすげえな、俺多分スーパーゼビオスポーツのヘラジカの剥製っていう言葉でもう9割方持ってかれてるもんね。もうね、何をやろうがもう面白いもんね。うわー、すげえ見てーわー、確認しに来て、あるかどうか確認しに来て、全店あるの。あれ、俺スーパースポーツで豊洲かなんかあるよね。豊洲かなんかあってそこのイメージだけど、結構野球のグローブ多かったりするから行くけど、俺の行った店だけじゃないんだな、じゃあ、あの剥製があるのは。ペンネーム、釧路ダンディ、
セメントをこねる作業をしていたら、そこへ篠崎愛がすっ転んできて、おっぱいの肩が取れるでしょう。鳴らしちゃないよね。絶対鳴らしちゃないで、もそのままにして固まるのを待つよね。でいて、その、なんでしょうね。それをまた切り取って持って帰って、新たなセメントを。で、量産してみたりしてね。ゴムシリコン入れて量産してみたりとか。ペンネームどうにもならんよ。せっせと毎朝毎晩うんちょこちょこちょこピーをやってきたことで長年悩まされていた骨の歪みが治ってきているでしょう。アドバイス、左右交互にやりましょうと。ペンネームウルトラマンキラタロウ。1000匹近いクマンバチの大群が女性器マークのフォーメーションを組んで、あなたを追いかけてきそうな。1位じゃねえんだよ。全然1位じゃねえんだよ。もう言ってるだけなんだよ、なんか。ペンネーム、イヌイワン。イヌイワンっていう人久しぶりだな。ソーラン節。ソーラン節と、特技の欄に書いている女の子と、マッチングアプリで出会い、どっこいしょーどっこいしょーと言われながら、おちんちんを両手で引っ張ってもらえる日。やだな、マッチングアプリの特技のところで、ソーラン節って書いてあったら。北海道だと当たり前にあるのかな。なんか北海道、俺のイメージ、よさこいソーランみたいので、学校の授業でさ、ソーラン節、あるイメージなんだよね、学校。それ、これ、北海道で聞いてる人がいたら、ねえよかわかんないけど、なんか伝わり聞いてる感じだと、もう子供の頃に、俺たちソーラン節通ってないじゃん。でも北海道はなんかよさこいソーラン通ってるイメージだから、そういう子だと思ったのかな。で、それからおちんちん持って、どっか一緒、どっか一緒って言ってくれるのかな。ペンネーム、肘に間でシーマ。外おばの裏に隠れミッキーを見つけるかもなんです。本当に隠れミッキーなのか、それは。ラスト、ペンネームインドカレー。そのネガティブな考え方をやめてみようか。世界が変わるのを待つんじゃなくて、君が変われば、世界も変わるよ。という人の話が、思ったよりも早く終わるでしょう。うわーっていう、なんかうわーってなってんだろうね、もうね。うわ、このトーンでずーっと続くのかなーと思ったら、あ、じゃあ、ランチにしようかなって言って、終わり。すげえラッキー、終わったよっつって。そのネガティブな考え方を、じゃあ一旦やめてみようか。世界が変わるのを待つんじゃなくて、君が変われば、世界も変わるよ。そっちの方が簡単じゃない？世界全員変える。君が変われば、いい？じゃあ言ってみて。僕が変われば、世界も変わる。言ってみて。言ってみて。5回言ってみて。5回。なっけ。これ、長えな。ということで、ね。面白かったね。1位かどうかがもう、奇妙な文章を考えついて、火とか、かもって入れたらもうなんか出来上がっちゃうとこだよね。そしてそれを俺が採用しちゃうとこだよね。さあ、続いていきます。対するはこちら。超魔改造の深夜カルタ。ペンネーム、軍手のイボ対ロシアを。悪夢自転車が音速を超え、喘ぎ声が遅れて聞こえてきた。目の前を悪夢自転車、うわーって通り過ぎたのに、あんあんあん、うわ、音速を超えてるっていう。そうなんだ、だから、実際の魔改造の夜だと、悪夢自転車の本来の機能として気持ちいいは残さなきゃダメなんだよね。気持ちいい方を残した上でどうするみたいな。で、今度はその悪夢自転車の本回ではないところの改造が始まるっていうね。ペンネーム、釧路ダンディ。あ、
アリの巣コロリを魔改造したところ、アリの巣の周りで大量のアリクイも死んでいる。怖え怖えわ。根こそぎだからね。根こそぎで巣の中に持って帰って、巣の中のアリも全部全滅させるんだよ。でさらにそのアリを食べたアリクイも、だ多分それを食うことでアリが擬散臭みたいなのをより強く出すから、半径何キロかにいたアリクイがこうやって集まってきて、そのアリクイが食べたやつももうコロリコロリ大アリクイが死んでるから怖えよ、すごい。ペンネームスズムシ食べ、あアルフィー 高見沢氏のチンギターを魔改造して音圧で桜井のサングラスを破壊する。武器性を持たせる。だからまずは高見沢さんの超絶ギタープレイがあって、これがちゃんと音のチューニングとか合ってないともう失格ですから。ちゃんと鳴らした後に急に最後のジャーンパリーンつって桜井さんのパリーンつってペンネームどうにもならんよ。あアイアンメイデンを魔改造して、なんかあの普通のね人がすっぽり入るぐらいの大きさの人型の入れ物なんだけど、その中に人を入れて閉めると内側にズワッて針が出て、もう穴だらけに蜂の巣のように穴が開いて死ぬ拷問具っていう。でそのその人形の足元のとこから血がダーって出る。アイアンメイデンを魔改造して入って閉じるだけの簡単な針治療器ができましたね。すんごい気持ち、すっごいいいとこに、全部いいとこにプスッつって ペンネームヨカチョロ、ヨカチョロプラスペンネームサヤエンドロイド、イノシシやサルによる作物被害に悩む農家のために使われなくなったペッパー君をハンターに魔改造せよ。アライグマとサルとシカと野菜泥棒の死骸を担いで目を光らせるペッパー君の姿にペンネームおそらくありた、居酒屋ののれんを魔改造してめくって店内を覗こうとした吉田類をがんじがらめにして捕獲する。ペンネーム適当文化生、ウーバナイザーを魔改造した結果で、すごい NHK でちょそれはシャレが効いてて、いつも例えば理工あのコピー機とかの理工が出てくるときは NHK だから会社名出しませんよっつって R 工とか、ホンダが出てきても H ホンダみたいな言い方するんだけどね。ウーマナイザーをさ、そうね、すげえ、それこそハイテク企業とかが NEC はそのまま NEC になっちゃうけど、まあピーナソニックとかがウーマナイザーを魔改造してウーマナイザーを魔改造した結果、蒸気を逸した甲高い声を出したゲストの大久保佳代子って何で大久保さん大久保さんが当てがわれるんだよ。ペンネームハリケーンミキサブ、ウォシュレットを魔改造して、うわありがちありそうな回だな、ウォシュレットを魔改造して腸内洗浄、胃洗浄、鼻の穴の洗浄までを一気にできるようにする。肛門にビューってやっていたやつがその腸内をビリ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 って胃の中もグルドドドーって鼻になったらブシャーって出るっていう。ウォシュレットの魔改造は本家でもありそうだよね。ケツは洗えなきゃ、ケツは洗えなきゃダメなんだけど、そのままどれだけ人を持ち上げられるかっていう、その水圧でそのまま人がうわーって上の方に上がっていく、何メートル人を上げられるかみたいな。ペンネームシグ、宇垣美里を魔改造して人もやっていいの、宇垣美里を魔改造してコーヒーを使って
ボヤを消します。コーヒーが熱々である、ぶっかける際に何らかの暴言を吐くという、もともとのうがきにある機能はそのまま生かしてくださいって。ペンネームマイペース、え、鉛筆削りを魔改造して方形手術マシンにする、おちんちん入れてぐる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 っつって、ウィーンっつって削りすぎストップっていう。鉛筆削りの機械さ、なんか本当にクラスに電動の鉛筆削りあって、で赤青赤黄色青のなんかランプがついて、赤までやるとすごいとんがるみたいなやつあって、でその後なんか最近の子供は刃物の使い方を知らないみたいな、ちょっとムーブメントが起きて、みんなでなんか鉛筆削りやめて、なんかちっちゃい小刀みたいな鉛筆削らされる木みたいな、老害時代に あったね。ただ鉛筆削り機で方形手術勇気いるよね。絶対大丈夫ですって言われておちんちん入れるのすごい勇気いるよね。でもすっごいちゃんと綺麗に剥けんね、ちゃんと綺麗に剥けんね。町工場の作ったやつやだわー。なんかわかんないけど、その、町工場の作ったやつと超一流ハイテクメーカーみたいなのが作ったやつとかで、なんか超一流ハイテクメーカーのやつは、なんかすごいちっちゃくて先進的な流線形なんだけど、町工場のやつが、すごいギアがいっぱいついてて、で、ちょっと油臭いんだよ、なんかね、その、油臭くて、蒸気がすげえ出てるっていう、そこのところに出て、ギリ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 ガチャン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 、はい、おちんちん入れてください、おちんちん入れてください。怖えわな。ペンネーム、ささめ橋で会いましょう。え、AI を搭載したイクラ丼屋の店員ロボ、右手のホースから吹き出すイクラが秒間5キロ、重防ストップって言うとそのセンサーで反応して止まるんだけど、秒で5キロ出ちゃってるから。ペンネームマタギの作ったアイスクリーム、エロビデオ自動販売機小屋を魔改造して、夜中に家を抜け出して買いに来た少年を閉じ込める。ゴキブリホイホイで、あの条例とかで今さ、あと雪国とかさ、外がトタンで囲ってあって小屋になってて、中にエロビデオ販、もうエロビデオ販売機もほとんどないだろうけどね。もうだってネットで供給されちゃうから。あん中にこうそーって入ってボタンを押した途端に、下の床がガコーンと開いて。で、怪我しないようなケアはしてあるし、ね。友達に会えたりもするし。佐藤もなんですよ。ペンネーム、ささめ橋で会いましょう。おちんちんの先から吹き出した水が大理石を真っ二つに、これは小便小僧を魔改造した回。ちなみに遊び心でケールヒャーの作ったおちんちんはズルボケフルボッキ。遊び心じゃねえよ。ペンネームオザニー、おじいちゃんが魔改造したマッサージチェアに座ってくちゃくちゃになって死にましたって。ラスト、着ぐるみ剥がされ逃走中。オナホールを魔改造する回で、電動工具でおなじみの M 北、マキタだな。M 北チームが被験者のとにかく明るい安村のおちんちんをむしり取っていった。ということで、ちょっと名勝負だったんじゃないかしら。リスナーの皆さん、投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが、サソリ座ぶっちぎり1位カルタなら、メールの件名にひらがなでサソリ、超魔改造の深夜カルタ。ペンネーム、あそこがまだ、多分これバスコダガマの面白いやつでしょ。パロってるでしょ。バスコダガマをパロってるか、多分あそこがまだ、かカーネルサンダース人形を魔改造して道頓堀に投げ込んでも翌朝の営業時間までには戻ってくるようにするでしょう。なるほどなるほどね。
移動は陸路でも空路でも良いため、水陸両用サンダースや飛行型のサンダースが開発された。まずは浮くようにするとか、あとやっぱり GPS みたいのを完備して元のところに戻るみたいな、そのそのいろんなセンサーを入れていくと思うんだよね。で、あとは道頓堀の高さをどれだけ戻ってこれるかに対して、まあ、なんか一旦顔がギューンって伸びて欄干にガチってかを噛んでから今度縮んでくっていう、こうスタイルとかいろんな会社のアプローチありますから、超怖いけどね。夜見たらゲロ吐くほど怖いけどね。カーネル・サンダースの首がまず水面のとかボコボコボコってなってるところがグイーンってきて欄干にガブーンって噛んだと思ったら今度体ついてくるっていう。ペンネーム形状記憶老人か。楽器ケースをミミックに魔改造してカルロス・ゴーンを懲らしめるだって入ろうとするとね、ガバーッつってね、ペンネームスズムシ食べたか。カラオケの電木を魔改造して衝撃を感知すると素敵な音楽が流れ出し、殴られた力士が記憶を失うようにする。ガンっていくとすごいうっとりする音楽が流れてきて、あれ俺今何してたんだっけ。殴った兄弟子のこととか全部忘れちゃうっていう。電木ってあの件以外聞かないよ。あのニュースの時にあれ電木って言うんだっつって。ペンネームマイペースか。ガンダムのプラモデルを魔改造して一番抜けるエロフィギュアにした企業が優勝。ただしカラーは赤黄青のガンダムカラーでのみ塗ること。これが大事で、結局もともと144分の1ガンダムだった、これはあくまでエロい144分の1ガンダムであるっていうところを要するに残さないとダメみたいなルールが必ずありますから、一旦それ溶かしてさ、完璧なさ、そのプラスチックの塊にしちゃったりとか、プラスチック液にしてマリンモンローの金型に入れてっちゃうと、もうそれはガンダムじゃないから、多分そういうこう決まりも大切なんですよね。ガンダム、あくまでガンダムなのに、もう審査員のおちんちんがギンギンになっちゃうぐらいのエロいなこれっていう。ペンネームケイちゃんか。蚊取り線香をゴリラが即死するほど強力に魔改造する。俺思うけど、蚊とゴリラで意外にゴリラの方がデリケートだよね。おそらくゴリラ、まあまあ体はでかいかもしれないけど怖いわー。そのオンエアの時俺泣いちゃうわ。蚊取り線香の端っこに、多分魔改造の本家を見ないで書いてくれてもいいんですけど、魔改造の本家を知ってる人から言うと、やっぱりこれもくだらない蚊取り線香であるがゆえの、そのなんかこうディティールを残さなきゃいけないみたいなのがあって、例えばだけど、あの豚の素焼きの中に入る大きさじゃなきゃダメだったりとか、あとは横でお姉さんが、浴衣で、うちわで仰ぎながら座ってても毒じゃないっていう。だけどゴリラはバタバタ死ぬっていう。なんでゴリラでやる。悪くないじゃんゴリラ。蚊とかはまださ一応悪い要素があるけどさ。ペンネーム電柱理論か。改造したルンバを使った賽銭泥棒対決。ルンバを、だからもう、規定の会場の神社の入り口からこうずっと行って、境内のゴミは取らなきゃダメなんだよ。だってルンバだから。これは別に、あくまで魔改造した ルンバ、ね、ダークサイドに足を踏み入れたルンバだから、元々の境内の掃除はルンバやってくれるから、そこに敷き詰められてるイチョウの落ち葉とかは全部ちゃんと取るんですよ。取った上で上手に賽銭をいくら盗めるかっていう。うわー、だから、まず跳ねて、賽銭箱の上乗って、縦になって、中に入るよね。
でいてその後ザク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 って入れてからまた出てくる感じだよね。でそうすると俺の会社ではね、伊集院製作所、愛住院製作所ではあのルンバの周りにノコギリの刃がフィーンって出てブラーンっていくようになって賽銭箱を横にスライスしていくっていう。ねえ、ペンネーム形状記憶老人、北関東代表として牛久大仏を魔改造し、ニューヨーク代表の魔改造した自由の女神と対戦させる。相当迫力ありますけどね。ペンネームマーチブラウン、機関車トーマスを魔改造して駅員さんの言うことを聞かない迷惑な悪質な撮り鉄を燃やすなんて。燃やして走るようにするな。マナーを守ってる撮り鉄の人はいいんですけど、悪い撮り鉄、悪い撮り鉄って面白いですけどね、悪い撮り鉄を組めちゃいますから。自動的に組めちゃいますから。ペンネームタマス、救急車を魔改造して蹴られても壊れないようにする回で、ピーヨタがあの有名企業も出ますけど一応こう伏せられてますから、ピーヨタは鬼塚千尋にだけ聞く催眠電波を常に発信することで蹴られないところから始めた。これなんです、魔改造の夜の面白いところは、いろんなアプローチ、要するに救急車が壊れないっていうことのためのアプローチは頑丈にすることだけじゃないんですよ。鬼塚千尋をなだめるっていう。ね、なだめるっていう、僕そう一番やっぱさすが世界のティーヨタなんですよ。そこを考えてきますから。ペンネームソフィーと双子の姉妹、キノコの遺伝子を魔改造し食べられるディルドの完成ですね。遺伝子やっちゃうんだ、魔改造。ね、一応機械的なものが多いんですけどね。もうそうするとびっくりするぐらい地面から弾痕出てきた感じの。え、この土の中に、このおがくずの中に仰向けの人寝てるぐらいの。あ、仰向けの男優さん寝てますかっていうぐらいのやつが出ちゃいますからね。ペンネーム、あそこがまだ。草間弥生のカボチャを魔改造して災害や核爆発にも耐えるシェルターを作る。ペンネーム虹色ろうそく、くら寿司のレーンを魔改造したら縁側を取ろうとした父親の肘から下がスパッと。ネギトロみたいなのがすごい横に、ね、これネギトロお父さんっていう。でも俺はあり得るのは、回転寿司のレーンを魔改造して一周、それ F1 みたいに一周一番早く多分あのトロを回すみたいなやつは本家でもあってもいいよね。その代わりいろんな工夫、皿の方の工夫で遠心力でずれないようにするには中にどういうもの入れたらいいかとか、あ、結構俺これ企画としては成り立つと思うんだよね。で、いてそのついたところで誰かが食べたところでタイムアタックみたいな、それありそうだけどね。ただ失敗を恐れないでやるっていうのがテーマですから、もしかしたらこういう大惨事が、ね、起きるかもしれませんね。スパーンっていう。ペンネームそろそろ旧姓中山、首を跳ねるためのギロチンを魔改造して方形手術が一瞬で改良完了するマシンをっていう。俺その回のゲストに呼んでもらうかもらわないか迷うな。仕事タイアップで方形治んなら、いや、この年になるとさ、わざわざ行くのは違うじゃん。わざわざ行く、違わねえはわかんねえけど、もう仕事でっていう。しかも NHK でっていう理由で、怖いわ。だけど、失敗した時怖いわ。あのね、予想外のトラブルが、あの、まあまあ、これは、NHK の名誉のために言っておくと、体に危険が及んだことは未だに一度もないですけど、予想外のことは起こりますからね。お、ギャーっつって、ギャー、ネギトロ、またあげね、チャンジャみたいな、これチャンジャみたいな、俺の余り川が、余り川とか言うんじゃねえよ、
何パーソナリティの余り川ってラジオで聞いちゃったらこいつ余り川のあるやつの話なんだって思っちゃうよ。それでは聞いていただきましょう。伊集院光さんで余り川ですみたいな感じに聞こえちゃうじゃねえかよ。いいっすか。いいね。すいません。ペンネームマイペース。クイズ番組で見かけるボタンを押すとパネルが飛び出る帽子を魔改造して透析機にする。ねえ、あのクイズノックのメンバー同士でぶつけ合うという石を。ねえ、石をでこれ上のところにセットしてフィンっつって、クイズは答えるんだけど、ね、すごい難しいクイズを答えなきゃいけないけど、世界中フィンっつって、まあ、その、岩が前にいると、こうちゃんの頭に乗っかってた石が、ね、ジャスコ君だっけ、ジャスコ君にバーンぶつかってメガネとメガネと鼻の中央のところにガーンと当たって泡吹いた後にマサチューセッツ工科大学なんて答え言って、ブブーだって失格だって。答えはグルタミン酸ナトリウムですか。何を間違えたんだろうと。ペンネーム、サソリ座ですか。黒ひげ危機一発ゲームを魔改造。ゲーム性はそのままに、黒ひげを100メートル打ち上げ、落ちてきたところを宇野がグラブでキャッチするゲーム。全く違うもん。黒ひげ危機一発の魔改造はありそうだね。あって、あれをどうするかだけどね。あれが空中のすごいとこまで飛んだ上に、なんかこう、ゆっくり、指定した場所に落ちてくる着陸するみたいなやつはあるかもしれない。ペンネームシグ。空気清浄機を魔改造した結果、人類を抹殺するのが一番の空気清浄だという結論に至った AI により毒が噴霧されバッドエンドを迎える。なんか考えさせられるね。考えさせられる藤子不二雄映画考える感じの。ペンネームボールペン返して、ケーナを魔改造して吹き矢にする回は、平泉聖がケーナが演奏可能であることを確認するために試し吹きをする場面が長すぎると大不評。俺さ、平泉聖ってケーナなんか関係あんのと思ってネットで一旦調べたの。このネタを選ぶときに、なんかこう、ゾクゾクする面白さがあったから、田中健さん言うじゃん。ケーナといえば田中健さんって俳優さんが、それこそ、俺本名田中健は、すげえ恥ずかしい思いしたのは、もう二枚目俳優の、俺の子供の頃はもう二枚目俳優のもうトップランナー。で、田中健っていうね、この豚丸面の子供が田中健なんだってすげえ笑われたんだけど、その田中健さんってケーナって言うの。あのケーナは、平泉聖さんの手作りらしいよ。もう一生使わない知識だよ。ペンネーム、ヤオメヤオリ。狛犬を魔改造して、賽銭泥棒をレーザービームで撃退する。狛犬の魔改造もいいよね。狛犬の魔改造したやつと、さっきの改造したルンバの戦いも見たいよね。そうするとまた相当こう年末スペシャル。ペンネームピストルチョコ。高速モーターとカッターをオナホに仕込んで魔改造。キュウリをすごいスピードでスライスできるようにする。もちろん G もできるようだ。怖い。さっき言ったようにオナホの本来のオナホであるっていうところはずらしちゃう。あくまで魔改造であって作り変えるもんじゃないから。オナホとしても超気持ちいいんだよ。超気持ちいいから、もう、まずオナホとしてちゃんと、DVD プレイヤーの時、まずは DVD 再生からありますから、まずは工場長に G をしてもらいますから、ほっと、ほっ、ほっつってなって、その後にスイッチを切り替えることで、キュウリを入れたら、チュイーンつって、怖い。怖いわ。俺その回ゲストだったら絶対こう、それの、まずじゃ一番最初に伊集院さん試してくださいって、ほっつって、ほっつってなるんだよ。大企業のおごりですよ。大きい企業が、もうなんかいろんなことやっちゃったもんだから、一番最初に、チュイーンつって、もう周りの人たちが、
ちゃんじゃが、ちゃんじゃじゃねえっつんだ。ちゃんじゃ食いづれよ、もう。ペンネーム、バーボンさん。今年90歳のおじいちゃんが、元気がないので、ペースメーカーを魔改造。ウィウィルロックユーのリズムで、ビートを刻む愉快なおじいちゃん。ドッドッカツ、ドッドッカじゃねえっつんだ。おじいちゃんの心電図とか、ドッドッカツ、ドッドッカツって。面白いな、魔改造。でも、いくつか魔改造のスタッフに言いたい。回転寿司は、俺、企画としてありそうだと思うんだよね。だちゃんじゃが見えちゃうやつはなしです。もうみんな基本的には。なんだよ、ちゃんじゃが見えちゃうやつ。さあ、対するはこちら。はぁ、あ、っていうカルタ。ペンネーム、ババザドキョ。は、ハンターハンター。突如として。漫画娯楽で連載再開された時の絵だって。漫画娯楽読んでる人が発見するのかな。こうやって読んでて、え？もう昔ジャンプ読んでたけど、もう少年じゃないしっていうんで、進化して漫画娯楽まで行ってた人が、だってハンターハンター、まあ途中ちょっと戻ったりして相当前でしょ。だから少年が娯楽の年になってもおかしくないでしょ。その人こうやってパッ、え、ここでっていう、しかもあの時の続きがっていう、つながってるっていう。ペンネームアブクマオペラ。は、ハンニャカナダのことを、カナダカネダ、ハンニャカナダカネダカナダ、ハンニャカナダのことをいけすかない、まあ、ハンニャカナダのことをいけすかないとこの後に及んで熱弁する友人のカナダ知識が明らかにファンのそれを凌駕しているのを流し聞きしている時の、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、あいつってさ、つってる先のことがそんなこともやってるのみたいな、あいつのさ、この間のさ、劇場でやったネタがさ、なんて言ってんのっていう感じの、だけどもう怒りだからめんどくせえ絡めたりしたくないから、はぁ、あ、はぁ、あ、ペンネーム母さんと白熊さんが、はハラミちゃんの非公式ライバルとしてツボカルビちゃんという人が絡んできたな。ユーチューバーかな、便乗系のユーチューバーかな、ハラミ打倒ハラミちゃんみたいな、もうサムネイルにも書いてあって、ツボカルビちゃん、ツボカルビちゃんという人が現れるもん。猫踏んじゃったも怪しいレベルのピアノ能力を知った時の、はぁ、はぁ、うん、俺逆に笑っちゃうけどな。ねえ、ハラミちゃんに挑戦状つって、ツボカルビちゃんツボカルビちゃんつってさ、思ってるとさ、ハラミちゃんに対してだったらカルビちゃんでいいじゃん。そこでツボっていうさ、そのね、入れ物じゃん、もうそれは入れ物の部位の名前じゃないやつを入れてまで絡んでくる感じとか、だってむしろ分かってる人だもんね。それでピアノ上手くないっていうので分かってる人だもんね。ねえ、ペンネーム北あかりの目覚め。はバカ野郎、金ちゃんじゃねえ、萩本さんだろと三重春にぶち入れられた時の勝俣の歯まさかの、たけし軍団における枝豆さんのところを三重春さんで金ちゃんがさーって言ったったじゃん。おい、百歩譲ってよ、金ちゃんじゃねえよ、萩本さんだろ切れられちゃって。ペンネームたまず、は肌寒いでさねえと言いながら、ザコ師匠が雪山の洞窟で穏やかな顔で死んでいったと聞かされた時の、あまああの格好だからなっていうペンネームたまず、は八景島シーパラダイスに元園長を跡形もなく処理してくれたお魚さんたちコーナー
勝った時のはびっくりするよね。びっくりするよね。それも意外に小さな魚がすごい量いるだけだから、これがっていう、これがで説明見ると結構な沼に落ちた牛を白骨化するまでに何分みたいなこと書いてあって、これでっていう。ペンネームペロペロ銀さんナトリウムは破壊神がラーメン二郎ですげえ怒られてるのを見てしまった時の絵我は破壊神なりって言って今まですごいその街で恐れられてたのにラーメン二郎でカウンターで携帯でも使ったのかな、こっぴどく怒られててすいませんってすげえ言ってる。ペンネームキリングガンス、ヒルナンデスに急遽出演が決まったが藤田ニコルの代役と聞かされた時の荒俣博士のはは、あ、いや行きますけどもうの行きます、俺大丈夫ですかってコーディネートとかできませんけど大丈夫ですかっていう時のはあ、ペンネーム墓場暮らし、日向坂46全員の陰謀をくれたら代償に俺の寿命10年分を支払うと悪魔に取引を持ちかけるも、お前の寿命はそんなにないと言われた時の、ペンネームストレンジラブ、日100分で名著で筋肉マンが紹介された時の、おお。それで安倍アナウンサーが、今月取り上げる図書は湯で卵咲く筋肉マンです、伊集院さんご存知ですか、珍しくご存知ですけどもねえですペンネームどうにもならんよ、ひピーチジョンのカタログを見るとよダメですよ、ラジオはリスナーのためのもんなんですから、あの河野さん僕が首をコキコキやったところで、あ来るって思うのはダメですよ、そう映ってない俺の気持ちを作ってリスナーの皆さんが、あ例のやつだって思った時のやつですから。ピーチジョンのカタログを見るとよ、初めて付き合った先輩に振られた夜目を離しながら鏡の前でいつか先輩の前でつけたくて背伸びして買った派手めなブラをつけたあの日のオイラがまだそこにいるんだよなとたけしさんに言われた時の安住アナのはあピーチジョンのカタログをこれも松村君にやってほしいね、ピーチバカ野郎お前、ピーチジョンのカタログを見るとよ今のペンネームどうにもならんよ、ペンネームある日起きたら竹内涼真になっていました、古くからある伝統的なうなぎ屋で観光親父が火を煽るのに使っているうちわがキラッキラな日向坂46のうちわだった時の絵、タレとかもすげえ、このあの先々代が、関東大震災の時にこの壺持って逃げたっていう、命よりだから大事っていうことを証明されてるやつですから、つってもうちょっと待ってください、待てないようだったらうまいうなぎ食えませんからつって置いてるやつが日向坂46、いいけどね風は一緒だから、うん、ペンネーム軍手のイボタイロシオン、ふんどし一丁の七尾が、もうこれ頭一応絵をちゃんと浮かべてください、ふんどし一丁の七尾が富士登山の途中で鷹に襲われふんどしを奪われそうになるもん、起点を聞かせてお尻にマジックで大きな目玉を描き七尾ポーズで見事撃退するという初夢を見て目が覚めたらタコ糸をぐるぐる巻きにしていたおちんちんがギンギンかつドン紫だった時のあもうあと2分だわ、ちょもうちょっと兵行くかごめんね、ペンネームピッツァ坊や、編集でカットねと両手をチョキにするシーンをそのまま流している YouTuber がおそらくてめえで編集してんだろと思われる時のあペンネーム
よよよ、ほぼほぼ食べ終わる頃に大盛り無料券をラーメン無料券と勘違いしていたことが分かった時の金を持ってない俺の歯、はあ、はあ、はあ、いやー、ちょっと時間いっぱい滑り込みになりましたが CM の間に、集計します。